における時間時家示せ、空間時家示せ、認証時家示せ、時期示せとは、文脈に依存して指示対象が決まる、表現の言語仕様である。仕様対象の言語表現は、直示せ表現と呼ばれる。自家示せには、複数の解カテゴリーがあり、例として、時間時家示せ、空間時家示せ、認証時家示せなどがある。 使用対象となる時期示せ表現の例としては、明日、tomorrow、そこ、there、彼、he などが挙げられる。これらの表現はいずれも独立した意味を持つが、文脈情報を考慮しなければ、指示対象が判別できないという特徴を持つ。なお、時期示せは、通常話し言葉に適用される概念であるが、書き言葉、ジェスチャー、メディアにも適用されることがある。 言語人類学では、直しめせは、記号論上の指標性に属する概念として、扱われる。直しめせは次のような種類に分けられる。直しめせに関して、ある言語表現をそのまま引用する表現法が、直接話法、発話を基準とする視点で表現し直す方法が、間接話法である。ありがとうございます。